そろそろ来る頃だと思っていたわ。あなたが今手に持っているのは、見上げてごらん夜空の星をのゲームソフト。そしてそのゲームにまつわる重大ニュースを携えてここへ来たのね。え、まあ驚くのも無理はないわね。でもね、光さん、星の運行を正しく見通すことができれば、この程度のことを言い当てるのは造作も。吉岡ちゃん、カーテン開けて。はい。眩しい。ねえピカリン、何なの重大ニュースって。みんな、このゲームのことはもうよく知ってるわよね。見上げてごらん夜空の星をだね。天文をテーマにした青春恋愛ゲームだよね。そんなゲームがあるんですね。私知りませんでした。それでこの見上げてがどうかしたの？出るのよ FD だ。わあ FD、 すなわちファンディスク。なんという甘美な響き。本編でルートがあったヒロインのアフターストーリーの他に、人気投票で上位だったキャラのルートも追加されるらしいわ。じー、どうして私を見るんですか？ほのほの知らないの？誰のルートが追加されるのか。ん？吉岡、頑張りなさい。はい、頑張ります。でね、我々六つら星の会としましては、この素晴らしい FD のプロモーションをバックアップしない手はないと思うわけよ。名付けてプロジェクトファインデイズ。やろう。どうされました？このままでは我々は滅びの運命に抗うために、宣伝しましょう、この見上げて FD を。はい会長。いや、滅びませんから、不吉なこと言わないでください。それじゃあ行くよ、せーの。明るい明日のために、見上げてごらん夜空の星をファインデイズ、発売まであと7日ですわ。私急いで予約してきます。ええ、任せたわ吉岡。